ニガクサは、シソ科ガクサ属の植物の一種。木陰に生え、夏に、アワベ紅色の花の方をつける。多年生の草本。茎は立ち上がって高さ30から70センチメートルになり、時に、下向きの細毛がある。地下に細長い層で茎を伸ばす。葉は、卵状大円型から高皮芯型で、長さは5から10センチメートル、幅は2から3.5センチメートルあり。 先端は尖る。茎の断面は四角く、葉は耐性し、葉の円には不揃いな巨子がある。花期は7から9月で、茎の先端に果樹を集中させる。果樹は細長い僧状果樹で、長さ3から10センチメートル。額は筒状で、長さ4ミリメートル程度を、小葉があるが、上葉は葉先がやや尖り、また表面には、線毛がなくて短毛のみがある。花は、 泡紅色で、長さ10から12ミリメートル。花弁は、新弁だけがあるように見えるが、これは上唇に当たる部分が大きく深く左右に裂け、またその裂片が小さいために、新弁基部に上向きの突起がある風にしか見えないためで、これはこの属の特徴にもなっている。オスシベは4本あってこの上唇の裂け目から上に突き出している。額が、開花期に膨れて、 虫こぶとなることがある。これは、ヒゲブト群梅によるものであり、苦くさつぼみふくれ不しと呼ばれる。ちなみに噛んでも苦くはない。和名の意味はやはり苦い草であるが、そう記している牧野も苦くない旨を記しており、この名の矛盾に関しては何も述べていない。北海道から琉球列島に分布し、国外では朝鮮、中国に分布する。山野の水辺など、 湿った地に多く見られる。本種の属するニガクサ属は世界に約百種あるが日本には四種のみがある。このうちのエゾニガクサティーベロニコードとテイネニガクサティー、テイネンシスは早く木に荒い毛がある点で区別できる。またこの二種は分布も北に偏っている。ツルニガクサティービシダムは本種と分布も重なりよく似ているが、この種では学編に専毛が多い。以下。 主として、佐竹ほか、P75 巻の、P523 佐竹ほか、P74 巻の、P523 羽ずば、P60 清水、P251 巻の、P523 佐竹ほか、P75 佐竹ほか、P75 中国植物詩、第65巻、第2分冊、ピアニッシモ、三35から39巻の、P523。ありがとうございます。